どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこの小さいウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン公開しております。今日も始めていきますよ。本日は G ラボウクレレのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。こっちの初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますんで、ぜひチェックしておいてください。はい、お知らせです。今使ってるこの G ラボのウクレレたちの初めてポップアップショップが仙台に、オープンです。7月15日15、16、17の3連休です。ぜひ皆さんこれ、全てのモデルのラインナップの試走できますからね。ぜひお触りに来てください。買わなくても大丈夫です。触りにだけで OK タッチしてください。はい、概要欄に貼っておきます。そしてオレンジ色の本が出ますよ。ソングブック5。これはね、7月18日に発売で大好評予約受付中で、今 Amazon でもうベストセラー予約段階で1位になってます。ありがとうございます。さあ、その発売を記念しまして、この2カ所でイベント開催、無料イベント、誰でも来ていただけるイベントです。7月23日は博多。8月8日は渋谷になっております。HMV&BOOKS さんで開催。誰でも参加できるんですけど、この2店舗で本のような予約をくださった方はですね、前の方にある椅子の席に優先的に座れる。まあ、数は限りがありますけど、あとガズのサインを、もらえるよというチケットをゲットできますんで、ぜひ予約お願いします。予約はね、電話受付もしてくれますんで、遠方の方も旅に来ませんかということで、盛り上がっていきますよ。今年の夏はということで、今日のレッスン入っていきましょう。今回はね、激アツ曲いきます。こちら、ドン！ザ・ブルーハーツの未来は僕らの手の中、激アツ曲です。この曲はもうね、あの伝説のアルバムザ・ブルーハーツの1曲目を飾るナンバーでありつつ、カイジ、あのアニメカイジの、第1期オープニングソングということで、もうね、でもブルーハーツにしてはですね、結構アレンジがですね入ってる曲だと思いますね。かっこいいバージョンはかなり、ね、シンコペーションとかちょっと面白いリズム、面白いリズムってことはちょっとね、簡単ではないリズムも登場します。ブルーハーツにしては、結構そのボリュームがある凝ったアレンジだというふうに思いますけれども、楽しいですよ。やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。こっちは誰でもできますよ。安心してください。後半のかっこいいバージョンは、やっぱりかっこいいバージョンですから、やっぱりリズムのアレンジがですね、この曲なかなかすごい。シンコペーションとちょっといろんなリズムが織り交ざってて、結構面白く奥が深いです。深いですからね。はい、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあそこで練習してもらって、どんどんウクレレで楽しんで音楽していきましょう。レッスン入っていきますよ。ザ・ブルーハーツの未来は僕らの手の中。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー、オー。ワン、ツー、スリー、オー。
ブルーハーツの未来は僕らの手の中、やってみた、シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね、めちゃくちゃ熱い歌詞を読んでください。もうなんかエネルギーと若さと青春と、もうね、迫力がもう違う。いやー、もうね、たぎっちゃいます。魂込めて歌詞を読み込んでくださいよ。はい。そして今ね、あの歌の始まりのところ気についた方いますかね。あの2拍ってここにテロップ出してますけど、ここの2拍をですね、測ってください。これがね、ちょっと最初分かりづらいかもしれないですね。何回か聞くとこのタイミングは分かってくれると思いますけど、歌始まるとき F2 拍入ってから普通の C に入っていく。ここをちょっと覚えておくと、いいかもしれません。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジになってます。ざっくり説明すると、イントロから最初1番やって2番やって、で、感想もちょっと省略して、ここは一体未来は僕らの手の中、ここを言って最後感想やって終わったということです。つまりこの後本当は3番みたいなところが入るんですけど、そこはちょっとショートカットバージョンさせていただきたいんですけど、今やったガズレレアレンジのところに全て網羅されてますんで、あのちょっとね、まずはガズレレアレンジで練習してもらって慣れてきたら、3番1番と2番コード進行一緒ですから、歌詞だけ書き加えてオリジナルの楽譜作って練習してみるとできると思いますんで、まあね、慣れてきたらやってもらいたいですけど、まずはね、今のガズレレアレンジ、ショートカットアレンジで挑戦してみてください。シンプル簡単バージョンはね、結構いけると思いますよ。はい、歌詞とコード、ガズレレの動画には出てますんで、それを見ながらウクレレに合わせて練習してもらって、1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせてできたらブラボー、素晴らしいと思います。できるようになった方、これ結構ね、簡単版できると思いますね。できるようになった方は次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部マランキするのは難しいでしょうから、まず最初は楽譜的なものを見て、何回も何回も練習しているうちにいずれ覚えちゃって、大空に向かってこの曲を声高らかに歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜ってでもどこにあるんですかということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はこれ見てください。ガズの手書きのノート、もう36冊目のこのノートに書いた、このガズの手書きノートを見てですね、演奏していきました。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いたらいいよとシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げて、未来は僕らの手の中を含む数が今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な数の能動楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTubeチャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。未来は僕らの手の中、 The Blue Hearts、開示の主題歌になってます。じゃあ見ていきます。ちょっとね、このイントロのところすごいちっちゃくなってますから、ワンブロックがこんな感じですね。で、ここ下にタタタとか矢印とか書いてるでしょ。これかっこいいバージョンだよね。ここかっこいいリズムが登場するんですよ。今の簡単バージョンは上の段を4つ引きです。はい。ここもですね、ほら、いろいろ書いてある。これ一弦の2323って書いてあるんですけど、ここもね、かっこいいバージョンでフレーズ引いてかっこよく弾いていきますということでございます。なんでまあ、上の段は簡単バージョンなんで、それを見てください。簡単版の人は。はい、じゃあこうやってまず映しておくので、お時間の方この通りに映してもらいたいなと思うんですけれども、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートそのものをゲットしてもらうのめちゃくちゃいいです。ガズのノートの特徴はここに V マークとか、この歌詞の上に点がついてるでしょ。これがリズムが分かります。ちょっとやってみますと、ワンツースリーフォー、うん月が星に張り付いてら、うんっていう感じで、これが休符なんですね。で、この
言葉の上に点が書いてあるの、これリズムです。あとカスカードには出てこないこの伸ばすところとか、このスペースの空いてるところもなんかこうタイム感が分かるというヒントが盛りだくさんなんで、ぜひねこのガズクラブに入っていただいて、このガズのノート、手書きノートもゲットしていただくのもすごくいいと思いますが、お時間ある方は、はい、写しておくので書いていってください。まずはだからイントロと A メロぐらいまでかな。はい、一時停止でね。見づらかったらね、ちょっと動画のテロップを書いてもらってもいいかもしれない。はい、じゃあここ。ここでね、いろんなリズムがすごいこう書いてくる。かっこいいバージョンは強烈ですからね、今日言っときますけど。特にこの B メロのリズムが特徴的。かっこいいバージョンがね、シンプル簡単バージョンはシンプルにいきましたと。はい、OK ですね。はい、で、ここ。そうだ、F 欲しい。これちょっと乱れないコードですけど、これ簡単なんで、これ F と C を同時に押さえるっていうコードです。今ここに出てると思うけれども。はい。これ簡単なんで、ちょっとぜひこの雰囲気をちょっとやってください。本当はここ F マイナーっていうコードを使いたいんです。かっこいいバージョンではもちろん弾いていきます。で、ここ間奏をやりますと。ちょっとここだけちっちゃくなってます。またブロックがね。で、ここ同じように2番です。コード進行同じで歌詞が変わってきます。2番の A メロ、B メロ。はい。いいですかね。で、ここまで来て、はい。僕ら、打ちのめしてやろう。2回繰り返したら、ここ、感想で、今度はこっちの、最初に出てきた、こっちの方のね、リズムの感想がここに入って、3回回しっていうのかな。で、ここです。これが一体。未来は僕らの手の方。C で止まって、この、こっちのフレーズに入っていくよ、ということになっております。これが、ガズレレ簡単ショートカットアレンジバージョンでございます。最後、このエンディングはここかける2回なんでね。これ、倍やりますよということです。はい。ちょっと出てくるコード見ていきましょうか。赤く囲ってるのがかっこいいバージョンで出てくるコード。で、この青く囲ってる F 星はさっき出したこれね。F と C を一緒に押さえますよという、ちょっとガズレレならではの特殊コード。星が書いてあるのはガズレレ特殊のコードですからね。で、ちょっとこれをじゃあ、まず、アニマ解説したんでまあいいとして、C と A マイナーと F と G7。これ入門コード4つで、まあほぼできるということなんですね。これ嬉しいな。C と A マイナーと F と G7 って言ったら入門コード。まず初心者が最初に覚えるコードですからね。で、F星っていうのはさっきも言ったけど、ちょっと一応ここでも、解説しておきましょう。F 星っていうのは、まず入門コードのうちの1、F と C。これを同時に押さえるだけです。小指でもいいし、薬指でもいいし。はい。そうすると、こういう音になるぞということで。これ本来はね、かっこいいバージョンで出てくる F マイナーというコードを押さえたんです。これ難しいんで。まあちょっとシンプル簡単版これでやってみたぞということでございますと。そしてね、この C と F と G7 と A マイナー。これはね、ガズレレでは超基本の4つなんですけど、一応紹介させてもらいます。これはね、ガズレレ必須コードの、メンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのはですね、何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけどバンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思って頭がごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃわかりやすくて楽しい動画、概要欄に貼っておきます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。今回はね、かっこいいバージョン、まあ、とにかく歌はね、熱量たっぷり歌ってください。こういう曲ってもうほんとパンクロックで、もうメッセージが、あ、もう歌詞だから読み込んでね、もうエネルギーとパワーと、なんつうのかな、やってやる、もうなんかそんなやつですよ。それをやっぱり胸に抱いて演奏していきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説も入っていきましょう。どんどん入っていきます。コード1個追加。さっきちょっと省略した F マイナーコード。これがちょっと押さえづらいんですよね。F マイナーっていうのはまずここ C のところ。C1 弦の3フレットと、こことここなんですね。こんな風に押さえたり、こんな風に押さえたり。これどっちでもね、プレイスタイルによって違うんでいいと思うんですけど、F マイナーはね、質問が多くて押さえづらいという有名コードなんで、この F マイナーだけを濃厚解説している動画を概要欄に貼っとくんで、ちょっとわかんないなという方は動画を見て、ちょっと研究してみてください。F マイナーが追加されますと。はい。いうことです。で、今日出てくる弾き方なんですけど、今日はこれです。8ビートのチャと、まあ、シンコペーションですね。なんですけど、まぁ、ちょっと今日ね、面白いリズムアレンジがたくさん出てくるんで、ちょっとこの一言では言い争わないってことなんですけど、基本はこの二つ。今映ってるリズムの解説は概要欄に貼ってあります、ウクレレできるリズムのいろいろというところに、濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますんで、ぜひそこを見てですね、リズムの勉強してもらいたいんですけど、基本はね、ちょっと C で弾いてみると8ビートのチャだから、ドン、チャとスッとチャなんですけど、あのね、今日は盛りだくさんなんですよ。とにかくちょっと順番通り説明していきます。このシンコペーションマーク、これがめちゃくちゃ今日はね、大胆に出てくるんで、これできっと今日みんな惑わされると思うんだよね。ちょっとイントロやってみますね。まずイントロ1、ワン、ツー、スリー、フォー、ダダダトーン、はい、F、F、C、はい、ここのダダダトーン、C の前に矢印が書いてある。これダダダドーンとリズムが前に食い込んでくるシンコペーションなんですね。で、ここダダダって書いてあるからちょっと強調したい。ダダダドーン、ダダ
ダドン、これイントロ1、これ印象的でしょ。はい、これはねシンコペーションの典型的なリズムで、この次からねこのイントロ2っていうのをちょっと一瞬入るんですけど、イントロ2をちょっとやってみると、今回ね C のところで一弦の2323ってこれがねフレーズとして登場します。ちょっとやってみます。ひとまず1 2 3 4、かっこいいでしょ。これ C の時やりますよ。一弦の2フレットと3フレット、こうです。2 3チャッカ2 3チャッカ、これでチャを入れるからなんか途切れる感じするけど、これであのロックンロールの感じを表現しています。ちょっとイントロつなげてやってみます。イントロ1から2、ワン・ツー・スリー・オー、ダダダトーン、ダダダトーン、はい2です、ダダダトーン、ドリリリドリリリダダダ、はい、ここであの2拍ですね、2拍 F をやって次シンコペーションで歌が始まる。ここがキーポイントですね。さっきも解説しましたけど、この2拍っていうのが結構この曲キーポイントになる。まず第一段階でございます。そしてこの流れでシンコペーションから A メロに入っていくんですけど、ここがですね、また面白いリズムなんですよ。ちょっとやってみると、イントロ2からじゃあやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。2、3、チャチャ、2、3、チャチャ、FC。2、3、チャチャって、ここで、ドドダン。月が星になりついた、ダダダと。銀髪の星が揺れ、ダダダと。こういう風にもう畳みかけてくるんですよ。 F でタタタトーンなんですよね。ダダダトーン、 F は3回弾きます。タタタトーンですからね。その間 C の時は2333233ってやってるわけですよ。これちょっとかなり脳トレだと思う。めっちゃゆっくりイントロ2から A メロ1に流れをやってます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドドドパーン、2323、ドドドパーン、月が星に張り付いた、ダダトーン、こんな感じでシンコペーションがどん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 食い込んできますからね。はい。で、C の時に2333、2333、これがかっこいい。しかもこれやりながら歌うわけですから。これかなりですね、脳内の CPU をね、食うやつですからね。まあこれはもうじっくり練習しかない。で、その次、孤独を隠し持っているの後半から、もう B メロのリズムに差し掛かっていくって、ちょっとそこの孤独を隠し持っている最後のところやってみましょう。せーの、ダダダダン、孤独を隠し持って立つと、ここがまた難しい。ここね、だら孤独を隠し持って、 C G7 一瞬入ってから Am でシンコペーション、次の B メロの頭になるんですよ。ちょっと流れでやってみます。孤独を隠し持っているから B メロに行ってみますね。誰もがポケットの中に孤独を隠し持っている、あまりにも突然にだんだんだん、ここの B メロのリズムが超難しいです今日は。これ頭打ちのリズムって言ってタッとタッとこうってやりたいんですけど、その頭がシンコペーションで Am がドンと食い込んでるから迷子になりがちです。ちょっとめちゃゆっくり孤独を隠し持ってるからもう一回やってますからね。ワン、ツー、ダダダダン、孤独を隠し持っている G7Am 女の耳もっと突然にだんだんだん、昨日は砕けてここのダンツクダンツクダンツク、ここはね頭打ちのリズムでね、これはどうしたことかという感じですけどね、ちょっと口で言うと、で孤独を隠し持ってタッタタンタクタンタクタンタクダンダダンクタンタクタンタクダンダダン、こうやってやりたいわけです。ちょっとねそこ演奏だけやってみますわ。ダダダダン、孤独を隠し持って、ここでなんですよ。これ頭打ちなんですよ。わかる？孤独を隠し持って、ダンダダーン、トコパッ、トコパッ、トコダンダダン、トコパッ。リズムは、変化はないんですけど、シンコペーションなんてまどろっこしい。ここがちょっと今日一番難しいですね。何回もやります。孤独を隠し持ってるから。で、ワン、ツー。孤独を隠し持っている。あまりにも突然にダンダダン。昨日は砕けていくダンダダン。それならばかつタタ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 ンチャカチャカ、ここで初めてシンプルな8ビートのチャが出てくる感じです。最後のそれならば今ここではもう Am でタタカタカタカ僕だ、はい、ここら辺がかっちょいとこですね。はい、今の B メロのところが一番難しいかな。これチャをねうまく使ってるんですよ僕は。今のところダン、あまりにも突然にダンダダンチャッチクチャコツクダンダダンみたいな、
そんな感じなんですね。なんで、チャッカツク、チャッカツク、チャッカツクっていうリズムが、いいかな。ここ超むずいと思うんですよね。まあ、ここがちょっと一番今日はキーポイントだと。で、その後、僕ら何かを始めよう。で、F マイナー。僕ら何かを始めよう。で、ここは F マイナーで、今度、ダダダドーンとつく、ダラつくった感想、ダダダダ。で、ここから2番に入っていきますと。いやー、すごい奥が深い。この演奏、なかなかこれすごいですよ。この、これかっこいいですけど、ちょっと一瞬やってみると、歌いながらやるのは難しいですよ、これ。ちょっとご体感ください。これ、2番は同じ、ところで、また、リズム、歌詞が変わるけど、同じところですね。で、ここの、僕らうち飲めしてやろう、言ったら、今度また感想なんですけど、今度イントロの最初の方の弾き方のやつ、テンチェクテンチェク、ダダダドンを、3ブロックやった後に、一番この曲で言いたいやつ。未来は僕らの手の中でブレイクにあります。ここでもちょっとやってみると感想から、僕ら打ちのめしてやろう。ダンツッタダンツ、ダダダドン。はい、ダンツッタダンツ、ダダダドン。もう一回です。ダンツッタダンツ。この後だよ。はい。未来は僕らの手の中で、ででドンと作ったら作った。ここでまた F でダダダドンとシンコペーション。で、最後はこの、ででドンと作ったら作った。ダダダドンっていうのを、まあ、4回しやって、終わったと。本来はここで3番がまた始まるんですけど、ガズレレアレンジではここで、終わりましたというのがショートカットアレンジです。このガズレレアレンジのここまででもですね、もうめくるめくる世界が広がっていますから、リズムのね、これだからブルーハーツの人はかなりね、なんて言うんでしょう、いろんなリズムが入ってる曲だと。シンプル、ど真ん中っていうのがブルーハーツです。この曲はですね、案外このシンコペーションとかね、アレンジがね、すごいんですよ。リズムの変化とか。楽しいですよ。わかると面白い。わかんないと難しい。ここがこの曲のポイントです。特に B メロのところだ、やっぱりね。そのリズムがシンコペーションなんでは迷子になっちゃうっていうのがあるんで、体でしっかりリズムキープして楽しんでいきましょう。そして、やっぱ何回も言いますけど、歌詞の持つ世界観。あと、怪人のね、あのアニメ好きな方はね、あれはもうギャンブルのアニメですから、すごい世界観です。まあ、とにかくもう、ビシビシなんかこう、熱く行こうぜみたいなのが伝わります。熱量たっぷり歌いたい曲、やっていきましょう。ザ・ブルーハーツの未来は僕らの手の中、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4! の未来僕らの手の中ガズレレのかっこいいバージョンやってました。この曲マジ超パワフル、すげえかっこいいんだけど、ブルーハーツの中ではやっぱりこれかなりね難易度高い曲。シンコペーションと頭打ちのリズムがね、リズムが迷子になっちゃうけれども、そこはもうグッこうリズムをしっかりこう掴み取って、魂込めて歌っていきましょう。はい、お知らせです。さっきも言いましたけど、使っているこの G ラボのウクレレのポップアップが仙台でオープンですよ。7月15、16、17、ぜひ皆さんお越しください。待ってますよ。オレンジ色の方が出るよ。ソングブック5予約受付スタートになりました。皆さんいろんなところで予約受け付けてます。インターネットとかアマゾンとか本屋さん書店さんでよろしくお願いします。そしてこのイベント、7月23日博多の HMV&BOOKS、 8月8日渋谷 H&M ブックスで、無料出版記念イベント
ベント開催です。電話予約もできるから遠くにお住まいの方も夏の旅行にぜひいかがですか。ご案内は概要欄に貼っておきますので、ぜひこのイベント参加してください。最高のイベントですよ。よろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。